三園とは三匹の猿が両手でそれぞれ目、耳、口を隠している衣装である。見ざる、言わざる、聞かざるという英知の三つの秘密を示しているとされる。日本語の語呂合わせから日本が三園発祥の地と思われがちだが、三匹の猿というモチーフ自体は古代エジプトやアンコールワットにも見られるもので、シルクロードを伝い中国を経由して、 日本に伝わったという見解がある。論語に、比例持ちし比例持ち長、比例持ちこと、比例持ち道という一節がある。一説に、こうした、踏み、不利き、不言の教えが8世紀頃、天台集計の留学像を経由して、日本に伝わったという。三円のモチーフは、更新信仰の伝播とともに、近世以降広く用いられるようになり、 子孫の生命混合を描く木は、その足元に三円が添えられた例が多い。また、後進党にも多く三円が彫り込まれている。天台宗は、比叡山の鎮護者の日吉大社と密接な関係にあり、日吉大社を本尊とし、猿を新種とする三能信仰が後進信仰と集合した結果とも言う。三円以外にも猿の彫刻は八つあり、八つの彫刻は、 誕生から出産までを表している。港クマグスによれば生命混合と猿の関係はインドに起源があり、生命混合はインドのラーマやナセツワの主人公、ラーマの本体タルビシュヌ人の天下であり、三縁はラーマに仕えたハヌマーンの変形という。また、更新のサルイコールサルである更新進,進行で人の悪事を監視して天帝に報告する三匹の三、 シカバネムシを封じるため、悪事を見ず、聞かず、話さない三匹の猿を出したなどの説もある。江戸中期に出版された和漢三歳図ズへの更新の項を見ると、三円の差し絵が添えられている。江戸初期の佐人五郎作と伝える日光東照宮のレリーフは、明治時代になると海外にも紹介されて、やがて世界的に最も有名な三円の一つとなった。 インドのマハトマガンディは常に3匹の猿の像を見に、つけ、悪を見るな、悪を聞くな、悪を言うなと教えたとされており、教科書などにガンディの三演が掲載されている。また、アメリカ合衆国では、教会の日曜学校などで三演を用い、猥褻なものを見ない、性的な噂を聞かない、嘘や卑猥なことを言わないよう悟すことがあるという。また、タイなどの一部の地域では、 見ざる、聞かざる、言わざるに四番目の猿を加えた、いわば4猿なる伝承が伝えられている。この猿は、手で股間を隠した姿をとり、せざる、すなわち性的な不道徳を戒めるものとされる。この四匹目の猿に関して、上に示した、論語の稽古の四番目の文言、比例持ち道との関連が指摘されている。三円に四匹目の猿が加えられた彫像また、 別殿に四匹目の猿は手で花を覆った姿をとり、匂わざるの意を表すともされる。日吉大社には平安時代良元が願望を捧げた際三言に、ちなんで読んだとされる七猿歌が伝えられており、この中に水聞かず、言わざる三つの猿よりも思わざるこそま猿るなりけれとある、ことから、 思わざるを四匹目の猿とするものもある。なおこの七猿歌に関しては、多説と比較して時代が大きく前後することから、民族学者の小花並平六は、後世の創作であると結論している。大阪府に所在する国立民族学博物館には、世界の三円コレクションがある。同博物館の民族文化研究部教授中、牧広市場によって、 図集が出版されている。2010年リリースのユニコード6.0にて3円の絵文字が実装されている。ありがとうございます。